キャパは、ホンダ技研工業が、かつて生産、販売していた、トールワゴン型の小型自動車である。J ムーバーのシリーズ第一弾として、コンパクトカーのロゴからプラットフォームを流用し、開発された。J ムーバーは、オデッセイなどに代表される、クリエイティブムーバーの第二ステージとして、スモールイズスマートの発想をもとに、日常生活での使いやすさや、コンパクトさ。 カルサイの低燃費さに加え、楽しさをも求め提案されたものであった。スペースフルな使い勝手で人気を獲得し、同年発売の日産、キューブなどとともにコンパクトカーの分野にハイルーフアゴンという分野を確立させた。街乗りでのベストサイズを目指したコンパクトな車体寸法でありながら、家族で乗ってもゆとりのある室内空間を再現するため、広い室内空間と、 良好な視界を確保したヒューマンデッキと室内への機能部分の張り出しを最小限にしてフラットフロアを実現したメカデッキとを合わせたデュアルデッキパッケージと呼称する車体構成を基本に設計されている。実際はロゴの車台の上にもう1枚のキャビンフロアを配置する二重フロア構造のためベースとなったロゴよりボディを強化したほかそれに伴う 車体重量の増加によりサスペンションの設定が見直され、ロゴで問題視された。サスペンションセッティングが改善された。搭載されたエンジンは D15 バイト型の一種類で、トランスミッションも当初は CVT のホンダマルチマチックのみであったが、マイナーチェンジの際に廉価版として4足、オートマチックトランスミッションが追加された。才能、許容範囲。 包容力といった意味を持つ英語キャパシティからの造語、ありがとうございます。